株式会社 FM 石川は石川県を放送対象地域とした超短波放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。相性は金沢本社送信所の周波数である80点をメガヘルツにちなみハロー5であるが時局以外ではほとんど使用されず通称の FM 石川が主に使用される。コールサインはジョフ FMJFN 系列 FM 石川本社1階にあるオープンスタジオかつて開設していたサテライトスタジオ、スタジオ T、FM 石川送信等調子可能な地域は放送対象地域である石川県全域及び富山、福井各県の一部。また、国道8号の栗からトンネル及び富山県小矢部市の小矢部バイパストンネル区間では再放送を行っている。企業、団体の名称、 個人の肩書きは当時のもの。出展、1992年3月31日2003年3月31日、開局当初からは様々なアーティストが番組を担当し、個性的な編成に特徴があったが、近年の自社制作番組は減少傾向にある。全般的にジャパン FM ネットワークからのネット番組が多くなっている。自社制作番組の比率は、 北陸地方のラジオ局では最も少ない。番組改編期以外の時期に打ち切りや放送時間を変更するケースも少なくない。JFNC のネット番組では洋楽系の番組が多い反面、はがき職人が活躍する、いわゆるネタ番組はネットされない傾向が強い。また、下ネタの内容が多いとされる番組はネット途中でも打ち切る場合がある。 開局当初から歌謡曲やアイドルグループの楽曲は放送しない方針を取ったためチャートはオリコンチャートのヒット曲よりもラジオベースの自社の推薦曲が上位に選ばれることが多い。またエイベックスグループに所属するアーティストの楽曲も自社番組では放送しない傾向が強い。自社番組においてはダンスミュージックを重用する傾向がある。 近年は北陸アイドル部など歌謡曲を放送することがある。2009年4月の番組改編では長年続いた自社制作番組を終了させるなど大規模に行われた。以下は具体例。2018年4月に月曜日から金曜日の午後のローカルワイド番組が25分間短縮。15時台に JFNC の25分番組をネットする編成が実施された。 同年9月には開局以来続けられてきた昼の帯番組が終了。28年間続いた自社番組の歴史に幕を下ろした。10月からは新規に JFNC のシーズニングシーズニューアライフウィズミュージックマイナスのネットを開始した。なお、前述の25分番組はわずか6ヶ月で打ち切りとなった番組もあった。2021年4月時点、詳細は 公式サイトのプログラムガイドあるいはタイムテーブルを参照。朝の時間帯は開局当初からワイド番組の設定はしていない。2020年1月時点。パーソナリティ数は北陸地方のラジオ局で最も少ない。また、FM 石川ではアナウンサー食材籍者の故障をパーソナリティとしている。北国新聞社、中日新聞社が出資していることから、 ローカルニュースは、北国新聞ニュースと、北陸中日新聞ニュースの2本が、FM 石川ニュースとして放送されている。通常ローカルニュースを優先するため、世間の関心が高い全国ニュースは後回しにされる、ことが大半であった。なお、2008年7月より原則全国ニュースを、トップニュースにする形態に変更した。JFN ニュースはこれまで月曜から金曜は全く、 放送されていなかったが、2009年4月より、深夜0時55分からの時間帯のみ、放送されている。また、土曜、日曜に関しては2009年4月4日、放送部により、すべて JFN ニュースとなる。1970年代の後半に、当時の郵政省は、北海道、宮城、静岡、広島の各地域に当初割り当てられていた。 FM 放送のチャンネルプランを修正し、1979年5月16日、愛媛、長崎の各地域とともに、石川県に FM 放送要求波数が割り当てられた。石川県以外の同県では、割り当てがあってから順調に県域 FM 局が開局されたが、石川県は3局目民放テレビ局の調整に難航したかに、 長年石川県のマスメディアにおいて対立関係にある北国新聞社と北陸中日新聞との主導権争いも影響して県域 FM 放送局開局は約10年先送りとなった。また開局時期で林県の福井、富山両県よりも5年後陣を廃した。そのため FM 石川開局の1990年4月1日まで 石川県では FM 福井、FM 富山などを聴取するリスナーが多かった。開局後も聴取できなくなったわけではないため FM、石川がネットしない番組あるいは FM 石川で流れない楽曲を聴くため等の選択肢として使い分けられている。逆に富山、福井両県でも同じことが言える。長年対立関係にある北国新聞と北陸中日新聞は 新聞販売の面だけでなく、イベントの主催や放送局の設立にまで確執があるとされている。放送局においては、この FM 石川では互いにニュースの配信を受けるだけでなく、両新聞のイベントに関わりを持っていることが多い。また、両新聞のコマーシャルや両新聞のカルチャーセンターの宣伝も多く放送されている。FM 石川は、北国新聞社のホームページには、 北国新聞グループの有効法人として掲載されている。また、中日新聞社も北国新聞社と同比率で出資しており、北国新聞系列の学校法人金沢学院、中日新聞社系列の石川テレビ放送とともに筆頭株主となっている。これまで北国新聞系列では、テレビ金沢の番組宣伝や24時間テレビの開催告知を行う反面、 北陸中日新聞系列では、石川テレビの新作ドラマが開始になる場合は、編成担当者が出演して宣伝していた。なお、最近は両局とも表だった宣伝は行わず、北陸放送の番組宣伝が不定期に放送されていた。番組宣伝やイベント告知が CM の大半を占めており、番組提供がつかない場合が大半である。 自社主催のイベントや他局との共同主催のライブやコンサートの告知は比較的多く番組宣伝、公共広告及びハロー5ミュージックピックアップが多く放送されている。特に校舎においては平日の夕方の一部を除きこれしか放送されないことが多い。臨県の FM 富山や FM 福井と比較すると CM の出稿量は少ないだけでなく FM、N1 や FM 河北などの石川県内のコミュニティ、放送局よりも CM 出稿量は下回っている。番組提供する企業が当局から撤退して北陸放送に移行するケースも少なくない。かつて不定期で同業他社である北陸放送のラジオが同局のテレビの番組宣伝を放送することがある。以前は16時前にフリーアナウンサーが読み上げるものが 放送されていたが、2012年4月以降は、TBS の連続ドラマが開始される時に限り、同局のアナウンサーがナレーションするものが放送されていたものの、2018年からは、このような CM は放送されていない。2005年3月、総務省は、FM 石川が放送法第7条、第2項第4号に基づく、総務省令に定める出資制限の上限に、 違反するとして公表し、FM 石川は、総務省情報通信政策局長名で厳重、注意処分を受けた。違反事例は次の通り。2011年10月3日に、インターネット IP サイマルラジオ、ラジコに参加、実用化試験配信が、同日12時から、北陸地方の FM ラジオ局としては初めて、実施された。石川県では、 北陸放送も同日に実用化試験配信を行っており、翌年4月2日に本配信を開始している。ラジコによる配信対象地域は当初は石川県のみだったが、2014年4月1日よりラジコ .jp プレミアムが開始されたため全国で聴取可能になった。なお、北陸地方においては2016年4月までに FMI 水、 福井町角放送を除くすべての FM 局でインターネットラジオでのサイマル放送を実施している。放送局名の表記は新聞によってばらつきがあり、北国新聞、富山新聞、日本経済新聞、スポーツ放知では FM 石川であるが、その他は FM 石川。また、愛称であるハローファイ5は次局では使用されているが、石川県外ではほとんど使用されない。 前述の通りインターネット配信、ラジコは北陸地方では最初に開始されたが、ポッドキャスト配信は現在に至るまで実施されていない。また、ブログやツイッターの開始が近隣放送局よりで遅れたり、ウェブサイトを開設していない番組があるなど、ネット活用が活かされていないところが多い。近年は自社番組であっても番組ウェブサイトを自社で制作せず、 スポンサー企業がウェブサイトを開設するケースがある。ありがとうございます。